賢者の贈り物、1ドル87セント。それで全部。明日はクリスマスだというのに、大切なジムへの贈り物を買うのに、これっぽっちしかないなんて。デラは粗末な椅子に突っ伏して泣きました。ジェームズ・ディリンガム・ヤング家には、週20ドルの収入しかありません。週8ドルの安アパートに住むのが精一杯なのです。それでも、デラはジェームスが帰ると、ジムと愛称を呼んで、いつでもギュッと夫を抱きしめるのでした。ヤング家には、2つの宝物がありました。1つは、ジムの金時計です。もう一つは、デラの美しい髪でした。デラは自分の自慢の髪をジムへの贈り物を買うために売ることにしました。髪は20ドルで売れました。そしてデラは街中を巡り、ジムの懐中金時計を飾るための素晴らしいプラチナの時計の鎖を見つけました。値段は21ドル。ギリギリ買える値段です。デラは時計の鎖を買って帰りました。その夜、ジムが帰ってきましたが、デラを見た途端立ち止まり、そのまま動きません。ジムは奇妙な表情を浮かべながら、ただじっとデラを見つめています。髪の毛は切って売っちゃったの。髪はまた伸びるわ。ねえジム、私はあなたを愛しているの。ジムはオーバーのポケットから包みを取り出すと、テーブルに置きました。ねえデラ、僕は髪型で君を嫌いになったりするもんか。その包みを開けてごらん。包みの中には櫛が入っていました。すでに売ってなくなった美しい髪にぴったりの別光の櫛。デラは嬉しさと悲しさのためしばらく泣いた後、ジムに時計の鎖をプレゼントしました。すると、ジムは椅子に腰を下ろし、にっこりと微笑みました。ねえ、デラ、実はね、櫛を買うお金を作るために、僕は時計を売っちゃったのさ。二人は、お互いの最も素晴らしい宝物をお互いのために台無しにしてしまいました。しかし、この二人こそ最も賢い人たちなのです。彼らこそ本当の東方の賢者なのです。おしまい。補足。王ヘンリーが1905年に発表しました。クリスマス由来のエピソードを土台にした短編小説です。一見無駄に終わった贈り物でしたが、代わりに温かい心を交換できたという優しいお話です。東方の賢者とは、新約聖書に登場する三賢者のことで、クリスマスプレゼントの起源とされています。二人の贈り物は、この東方の三賢者の贈り物に匹敵するほど、素敵なものだということです。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると、励みになります。以上、四代目ケンケンでした。